コットのセルオートマトンの単純な構成例。状態2で被覆された、状態1の導線内を信号が流れている。二つの信号列が、ループ内を回っていて、定時路で複製され、一方がループでない方に向かう。一つ目は、導線の先端の被覆を破り、二つ目は、被覆されていない先端を一マス伸ばした形で再度、被覆を形成する。コットのセルオートマトンは、 1968年、イギリス人計算機科学者、江戸川海コットが考案したセルオートマトン。フォンノイマンのセルオートマトンと同様の計算、構築万能性を有しているが、フォンノイマンの CA が29状態だったのに対して8状態で構成されている。コットはその CA でユニバーサルコンストラクターのように自己複製機械を 構成可能であることを示したが、2009年までそれが完全に実装されることはなかった。1940年代から50年代にかけて、ジョン・フォン・ロイマンは以下のような問題を提示した。彼は29の状態を持つセル・オートマトンを構築し、それを使ってユニバーサル・コンストラクターを生み出した。1968年、コットは、 もっと単純な8状態だけからなるマシンを発見した。従って、フォン・ノイマンの問題は次のように修正されなければ、ならなくなった。コットの CA の発表から3年後、エドウィン・ロジャー・バンクスが、博士論文で計算及び構築の万能性を示す、4状態の CA を提示した。ただし、コットもバンクスもその CA 上の自己複製機械の構成を示していない。 1973年、ジョン・デアが修士論文でゴットの CA を改良して大幅に単純化し、当時のコンピュータ上で実装可能な規模にした。しかし、自己複製のためのデータテープは非常に長く、実際に自己複製が確認できたのはゴリーというプログラムが開発されてからのことである。クリストファー・ラングトンは1984年、 コットンのセルオートマトンをさらに単純化したものを考案した。ラングトンのループと呼ばれ、はるかに少ないセル数で自己複製機能を実現しているが、計算と構築の万能性は失われている。コットンの CA は本文の表にあるコマンドを使って構築腕を動かすことができる。ここでは腕が左に折れて伸び、さらに右に折れ、1セルだけ残して腕を縮める様子を示している。 コットのセルオートマトンは回転対称性のある四金棒、八状態のセルオートマトンである。そのコンセプトは空のフィールド上の経路に基づいている。経路は信号の通る導線であり、4から7の状態で構成され、後ろには1個の状態例のセルが置かれて転送の方向を定義している。信号が空のフィールドに漏れ出すのを防ぐため、経路の周囲は 状態にの線で被覆されている。このような基本構成はその後の多くのセルオートマトンでも採用されている。例えばワイヤーワールドなどがある。次の表は様々な機能を持った信号列を示している。一部の信号列は動線内での衝突を防ぐため少なくとも2セルの空白で分離される必要がある。 そのため本項目の冒頭にある動画は、エクステンドの動作を示しているが、下の表ではそれを70116011としている。コットは1の W マシンに基づいて、このセルオートマトン上で自己複製するコンピュータを設計した。しかしそれは、極めて巨大な設計となり、ティム・ハットンが2009年に、明確な構成で構築するまで実装されなかった。その過程でハットンは、 ポットの設計に若干の誤りがあることを発見した。ありがとうございます。